下がってくな。静かにして。ミノおいで。しはい、しちょっと待ってください。しはい、こんばんは。こんばんは。ちょっとお風呂上がりだからなって感じですけど、 3.6 万人の方が見てくださってます。静かにしてって。ちょっと絶対なんかいるよなってぐらい今日めっちゃ吠えてるんですよ、ワンコが。静かにして、お願い、お願いだから、お願い、お願い。はい、ということで、じゃあ乾杯しますか。あ、ちょっと泡減っちゃった。私ね、あれなんですよ、最近ビールサーバーを置きまして、こうちょっと閉めちゃうかな。ちょっと待ってくださいね。ということで、2度目にすいません、2回も抜けちゃって。めっちゃホイルだよね、本当に。すっぴんですよ、それはお風呂上がりなんで。あ、じゃあ皆さん、はい、乾杯。乾杯。熱い。うまっ。いやー、11時半になんともなく始めれてよかったです。ちょっと私夜ご飯食べてないんでこの時間なんですけど、恐縮ですが食べさせていただきます。うん、カリオテン可愛かったよって来てる。ありがとうございます。キングダム今公開中ですからね。うん、あのさ、キングダムのさ、キングダムのっていうかさ、どっかの映画館、イオンシネマだったかな。で、カリオテンのさ、ポップコーンバケットみたいな、あるじゃん。あれめっちゃ欲しいんですよね、私。だから、ちょっと公開してから、今ちょっと忙しいから、なかなか、映画館も行けなくてっていう感じですね。エフェクトつけないって、え、どういうこと？エフェクトつけれるのかちょっとわかんない。なんかアーカイブも残してくださいみたいな、結構みんなから言われてさ、私毎回アーカイブ残すの失敗するわけよ。だからネットで調べてさ、アーカイブ残そうとしたけどちょっとわかんなかった。やっぱり終わってからピッて消してからなのかな。この前二十歳になりました。好きなお酒教えてほしいです。おお、二十歳おめでとうございます。ビールかな、ビールかなっていうか、あのお風呂上がりとかその仕事終わりのこの一杯目のビールっていうのが一番美味しいんじゃないかなっていう気がしますね。うんうん、お風呂上がりですね。はい、ドイツにビール飲みに来てくださいって。ドイツの方なのかな。ビール飲み行きたいな。アナザースカイで一回そのタンテがね住んでるので行ったんですけど、ビール最近飲めるようになりました。おお、でも私もさ、二十歳になってさ、何、お
お酒飲み始めて最初ビール苦っって思いましたやっぱり、うん、けどなんか焼肉と一緒に飲んだりとかあと餃子と飲んだりとかしてそれで美味しいなっていうのを思いましたね。食生活がおっさんの予感だってちょっとそれは確かに否めない。わお何食べてる、きゅうりの漬物でしょう。あ、今日はね普通にお肉食べてます。ちょっと焼いただけのお肉なんですけど、前にお家でちょっと前にね1週間前ぐらいかな友達と焼肉してそれで余ったお肉を冷凍してたのでそれを焼いただけです。コメントと顔が被るからアングル変えてほしい。なるほどね。これはさ私がちょっと上に行けばいいってこと？ちょっと下げればいい？それかどう？こうこうやってさなんていうかコメント見に行くとこうなっちゃうよね。よしよし。てかこれがねすごい触っていくやつなんだけど重みでそんな重たいのかな。スタンド買わないとな。なんかあした全国大会があるので応援してください。何のだろう、頑張ってください。何のか分からんけど千と千尋の神隠しお疲れ様でした。ありがとうございます。舞台がね12月の中旬後半ぐらいから稽古始まって7月4日まで、はい、大千秋楽を迎えてですね長かったです。まあここの見てる方も見に来てくださった方いらっしゃるかな。あーでも行きたかったけど行けなかったって方もいらっしゃいますね。そうだよね。ありがとうございます。素晴らしかった、ありがとうございます。本当嬉しい。睡眠削って見てますだって。いやそれは寝た方がいいのよ。寝た方がいい、削んない方がいいよ、明日に響くから大学受験のコツを教えてほしい。いや幸い大学受験をしてなくてですね、幸いでもないんですけど、なのでちょっとコツと言われましたもん全然わかんない。靴下かわいい。いや私裸足ですね今ね。はい、あたささそ裸足ですね。ポップコーンバケットまだ売ってるかなって。売ってないかな。え売ってないかな。欲しいんだよねあれ。なんかバーって並べてあったりとかするのツイッターで見かけてさ、かわいい。体探しすごい楽しみにしてましたって。ありがとうございます。10月かな公開、もうちょい先だけど。こういう無言の時間もあっていいですよね。私なんか結構こう矢継ぎ早に喋っちゃうタイプだから間を取るようにしてます。この時間に食べたりしちゃうんですね。いやそうなのよ本当。でも今日たまたま、マジで本当に今日たまたまちょっと遅い時間に食べちゃってるけど基本はないです。ちょっとね食べる隙間なくて昼ご飯もすごい遅い時間に食べちゃって3時とか4時とかだからすごい中途半端な時間になってしまってお腹が空いてしまいました。すみません。浜辺美波さんベーヤンって来てる。え、みーちゃんいいの？嘘。あ、今しないのかな。え、いるの？ちょっと分かんない、気づけないのよ。ダダダダダって流れていくから。いる？もしかしてみんな気づけた？マネージャーさんも見てるだって。いやなんかめっちゃコメントするって言ってたけど多分拾えないよねみたいな話をしてたんですよ。
いるって。マジで？マジマジ？みーちゃんいるの？あら、私もね、みーちゃんのねインスタライブ見てたからね。なんか前もコラボしましたからね。いや、みーちゃんね、最近会えてないんですよ。最近って言っても今月会えたっけ？結構頻繁に会ってた中で最近は会ってないんですよね。会うね、約束は何回もしてるのに、毎回どっちかが仕事でちょっと遅くなってとかで、明日早くてとかでね、毎回会えてないんですよ。あの、連絡は取ってますけどね。足綺麗って映ってないやないか。コラボしとくって。いや、わかんない。みーちゃんがちょっと今コラボの体制かどうかがわかんないじゃん。全然見つかんない。いや、これ見つけんの難しいのよ。おでこ見せてとか、髪結んではちょっとお風呂上がりなんで、はい、やめておきます。洋服何のやつ？これ何なんだろうね。ベジミート？なんかね、どっか海外で可愛いと思って買った気がする。可愛いですよね。いいよ、コラボしようって。いや、誰やねん。ワンちゃん見せてって。ちょっとワンコがね、すごいね、何、玄関の方を見て吠えてるのよ。いる？なんでだろうね。ピンピン、おいでおいでおいで、はい、おいでおいでおいで、ほい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 、来ました。はい、ほら、犬ゴロゴロタイムです。あーた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 ー、はい、シュ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 、ずっと見てるでしょ、玄関の方。なんかいるの？お化けって来て、お化けかもしれないね。ですね。本当だ、見てる。誰かいるよ。いないわ。多分いないと思う。多分っていうか、玄関の外歩いてたりとかすると物音でワンってなったりとかするんだよね。寝ます？今さ。よし、ちょうど映る位置に。あーあーあーあああ、お化けは怖くないですか？怖くないですね。私あんまり、例えばその体探しとかもさ、ホラーだからちょっと怖くて見に行けないみたいな人もいるじゃないですか。でも私はそんな、結構ホラーも好きでよく見るし、お化け屋敷とかも普通に行きますね。ヨキちゃんツヤツヤで綺麗、ありがとうございます。結構色も変わってすごい綺麗な色合いになってます、毛並みが。猫好きですか？猫も大好き。私インスタとかめっちゃ猫出てくるじゃん。見てるからかな、私がね。すごいずっと猫とか見てる。お肌綺麗、美容の秘訣は何ですか？なんだろう、メイクすぐ落とすとか、保湿するとか。え、若月さん見てる、だって。マジで？何、みんな見てたらちょっと恥ずかしいんだけど、私ちゃんと喋んなきゃみたいな気持ちになるじゃん。
洋服の文字の意味はない。ちょっと意味とか全く考えてなかった。どういう意味考えてなかったです私。はい、浜辺美波の夫、いいんですか私が夫で。ふふふ、すごいね。なんかどんどんさコメント流れてくからさ、もう誰の拾ってるかもちょっとわかんないわ。最近休めてますか？あ、ベジマイトって言うんだこれ。ベジミートかと思ってた。まあ、ミートじゃないか、綴りはね。最近休めてるかどうか、どうだろう。なんか舞台終わってちょっと休みあるかなと思ったけど、そんなことなかった。逆になんか今の方が忙しいかも。そう、なんかファンの方でさ、ツイッターとかでさ、髪切ってる、髪染めてるみたいな感じになって。なってて、まあ、多分数人だと思うんだけど、そうなのよ。私舞台終わったその日に美容室行って、なんかその日じゃないと本当時間なくて、美容室行って、で次の日から別の仕事してて、で髪も短く切って、今の作品で切ってますけど、まあちょっといくつか掛け持ちなどしておりまして、はい、作品だから、まあ、またお知らせの時に言えたらいいなって思います。だよね、髪切ったよねって。そう、切ったの。結構短く切ったでしょね。やっぱ夏はさ、長いのちょっとじゃない。まあ、ちょっとっていうか短くしたいなとか。私なんかショートにしたことないからさ、いつかこう髪短くもしてみたいなって。ここのぐらいピューみたいな、ベリーショートみたいなのもしてみたいななんて思っています。いつもだいたい何時になるんですか？そん時によるかな。なんか早い時は早いし、遅い時は遅いし。だから本当にね、寝る時間決まってない、不規則ではあります。カニャちゃんみたいな前髪になりたい。前髪？まっすぐ下ろしてる。ちょっと似合いそう。髪短くしないでって人もいますね。深夜の撮影って眠たくならないんですか？なります。深夜じゃなくてもさ、お昼ご飯の後、昼休の後とかもみたいな、結構曖昧まで寝たりとかします。アーカイブ残してほしい。頑張ります。髪の毛染めてるよ。何色って言えばいいのこれ、わかんない。ちょっとでも茶髪、ちょっと赤っぽい感じ。ちょっと後ろで戦争が起きてる。多すぎるのか、さっきから橋本環奈さんが読んでるファンの方のコメントが一切出てこないです。あ、そっか。だからさ、あれか、コメント文を読んで私が答えた方がいいんだよね多分。ファンコ、喧嘩とかすんのって来てます。喧嘩っていうかじゃれ合い、結構いつもこうやってじゃれてます。ヒートアップすると止めますけどね。犬の多頭飼いって大変？どうだろう。私でもまあ一人暮らしで多頭飼いするの最初はちょっと大変だろうなと思ってたんですけど、でもいろいろ周りの環境とか整えて、うちの場合はあの事務所に毎日連れてってなんか事務所にドッグスペースみたいなとこ作ったんですよそこがバーって広いオフィスの中で一番目立ってるんですけど、
だから毎日その事務所の人たちに可愛がられて楽しそうにしてます。だから2人でお留守番の時間は結構少ないかな、うん、平日はそうしててって感じ。髪型どうやってオーダーしてますか？まあ基本的にその役柄によってあんまり大幅に変えれないことが多いので、ちょっと切ってとかちょっと軽くして、私結構髪のその細さ的には太くはなくて細いし柔らかいんですけど、量が何さ多いので結構軽くしてます。よくすいたりしてます。ファンクラブイベントっていつやりますか？いや、そのファンミベ、ファンミがさ本当に全然会場なくてびっくりしちゃって、今結構絶賛当たってるんだけど、8月もないし9月もなくて、で年内で探してて11月もないのよ。でなんか10月だけ1か所か2か所みたいな感じ。でも東京がないからさ、本当は東京大阪福岡ってこうなんか1日ずれとかでやりたいんだけど、本当に会場がなくてびっくりしてる。私はそんなないんだ、埋まってるんだって。まあ土日だからっていうのもあるのかな。だからちょっと開催できるか分かんないんですよね。本当にね、早々と教えたいのは山々なんですけど、だってやっぱり学生さんは試験だったりだとかさ、その受験もそうだしさあるけど、で社会人の方はさお仕事を休まれないといけなかったりとかさ、あと遠征する方はさ予約とかも必要だしって思って、早く行きたいのは山々なんですけど、会場が見当たらなさすぎてちょっとびっくりしておりますという感じです。かなちゃんに会いたい、ありがとうございます。ぜひあのイベントがあれば会えます。本当はね夏にやりたかったんだよね、8月とか、それこそ浴衣とかでさ。今年受験生です。あ、結構受験生多いんですね。受験なので応援してください、頑張ってください。受験、私も高校受験はやったけど大学受験はしてないから。ん？家どこにあるんですか？いや床、うん、愛知来てほしい。まあそうね、愛知もね行きたいですよね。結構寝てる。舞台ではね名古屋行ってましたけど、私よりさちょっとやっぱこちらのピノ様をちょっと待って、負けてる風に撮れる、親指が何してんのって話だよね。好きな食べ物何ですか？何だろう、何だろう、魚介類、お刺身好き、北海道来て。舞台とかでね結構北海道も名古屋も行きましたけど、うん、大阪来てください。大阪行きたいな。美味しいものも多いし楽しいし。何時くらいまでしますか？インスタライブでしょ。ちょっと明日もあるし、そんな長くはしないかな。でもとりあえずご飯食べて飲むぐらいは、飲むぐらいはっていうか、ちょっとすいません、時間決めずゆるりとやろうかなって思います。うん、うん、香港からですって。そんな方もいらっしゃるんですね。肩幅何センチですか？いやいや、肩幅のサイズわからん何飲んでんの？ビールです。ビールサーバーをね設置したの。もうさ、ビールサーバー多すぎて、あ、美味しすぎてびっくり。本当にめちゃくちゃ美味しいです、
かもさ、缶ビールと違ってさ、なんかそのちょっと飲みたいみたいなのもいけるじゃない。で、缶ビール基本的になんかちっちゃいサイズじゃなくて普通に3号缶を箱で買ってたから、冷蔵庫に入ってるけど、そのビールサーバー置いちゃってからちょっとビールサーバーばっかり飲んじゃうんだよね。美味しくて、なんかビール終わったらそれこそ焼酎飲んだりとかしますよ、家だと。弁で喋ってとかね、こういうのね多いんですよ、方言とかでみたいな。でもやっぱり喋ってって言われて喋るって難しくないですか。私あれもそう、笑ってって言われたら笑いたくなくなっちゃう何々してって言われたら逆にしないどこって思っちゃったりするから、うん、ちょっとあとね、博多弁喋るの結構難しいですね。とっさに言われた時にどうやって答えればいいんだろうって、なんか意識せずに喋りすぎてるから、その普段それこそ福岡帰って友達とかその家族とかと喋ってると出てくるんだけど、考えるとね難しいよね。ね、めっちゃ共感だって。いやそうでしょう、やっぱり地方勢は共感してくれる気がしますよ。おすすめの博多グルメ、だって博多って何でも美味しいじゃん。だから迷うな、なんだろう、ラーメンになるのかな。でもうどんも好きなんだよね私、麺類好きだけど、福岡だとラーメンもうどんも美味しいからさ。そうそうそう、あと魚介類とかも結構新鮮だし美味しいし、もつ鍋も好きだし、なんかこれってより何でも美味しいっていうのがなんか福岡な気がしますね。博多行きました。麺で美味しかったです。福岡の天ぷら好き。ああいいね、牧野うどんも美味しいよね。牧野うどんなのあれ、牧野うどんなの。私はずっと昔から牧野うどんって言ってんだけど、牧野うどんっていう人もいるじゃん。どっち、いや知らんがなって顔で見られました。札幌ではラーメン食べた。ラーメン食べたよ、すっごい美味しかった。なんかね 3,4 店舗行ったかな。なんかさ、結構ラーメン屋さんってさ、その地方とかお仕事行った時もさ、サクッと短い時間で食べれて帰ってこれるから楽なんだよね。だからその時間なくてもというかさ、それいけるからいいなと思って、めっちゃ美味しかったです。そう、美味しかったな。すみれ本店とサイミってとこ行ったかな、めっちゃ美味しかった。うん、おすすめのラーメン屋、福岡だと、よく聞かれるけど、本当に行ってるところは、マジで小学生の時から福岡に帰るたんびに必ず行くとこだから、ちょっと教えたくないですマジで家族と毎回行くの、本当に一泊二日でも必ず行くぐらい大好きなラーメン屋さんがあるんだけど、なんか昔よりも今の方がすごい人も多いし並んでるし、ちょっと教えたくないです
ワンちゃんたちの名前、ピノとノアって言うんですね。ピノ、うん、かわいいですかわいいんですよ、うちの子はね。顔が整ってらっしゃいますはい、親バカです。なんか最初さ、ワンちゃん飼ってること言いたくなくて、言いたくないっていうか、その SNS とかさ、なんか載せるのもなみたいな、そのあんまりちょっとプライベート的にこう知らせるのもなみたいな思ってましたけど、やっぱ飼い始めてガラリとかありましたね。この子たちの可愛さを世間に出したくて出したくて仕方なくなります可愛くて可愛くて、もう私のカメラフォルダ、カメラロールなんて9割ワンコですね、基本的には。だから、はい、ワンコ何歳ですか？もうすぐ3歳なのよ、うちのピノさんは。ノアはトイプ、トイプじゃないんだよね、シュナプーなの。ミニチュアシュナウザーとトイプードルのミックス。みーちゃん来てるよって、また来てた。え、みーちゃんもさ、ワンちゃん飼ってて、ポメね、合わせたの、この子たち。結構ブワーって遊んでた遊び回ってた。普通に仲良さそうにしてた。モカちゃんとリク君と連絡取ってますかって。連絡取ってますよ。なんかさ、リクはこの前ご飯行って、モカはなんか舞台のさ、天と千尋の千秋楽に、大千秋楽見に来てて、それこそモネちゃんの日だったし、でモネちゃんの代演で私やったんだけど、モネちゃんの家族来ててさ、親とかモカもね。でそれでモカとちょっと会えて、すごい久々で、でちょうど 2,3 日前ぐらいにリクとモカとなんか1年近く会えてないよねみたいな会話をしてました。だから会いたいんだよね、2人とも。何食べてるんですか？ちょっとお肉ですね。モネちゃんとモカちゃんと3人でご飯とか行く、だって。いや、行こうって話してるんですよ。いや、それこそモネちゃん人見知りで、なんかあんまり知らない人とご飯とか絶対行かないっていうタイプなので、じゃあそれこそモカとモネちゃんと3人でご飯行こうかみたいな。まあ外でご飯じゃなくても、お家で餃子パーティーしたいねって言ってて、モネちゃんがめっちゃ餃子好きみたいで、そういう話をしてました。ピノ寝たねって。寝たね。ピノはね、でも基本的にずっと寝てるんですよ。寝るの大好きな子なんで、ちょっとノアちゃんがずっと走り回ってたりとかするんであれですけど、かなちゃん人見知りですか？そんなことないです。まんまちょっと人見知り感なくないですか、私浜辺美波ちゃんと連絡取ってますか？取ってますよしかも結構頻繁に、なんか別に、なんて言うんだろう、気にせず、気を使わず連絡を取り合える友達ですね。別にそのなんだろう、何日間空いても気にしないしみたいな、うん、適当にって感じですね。もうすぐ部活のコンクールです。お、いいですね、部活とか。うん、私ずっと帰宅部だったから、それこそ中1からっていうか、うん、ずっと
だから部活いいなと思いますね。コメント全然届かないよだって。いやまあそうなんですよね、私ちゃんと見て判断してると思ってるんですけど、結構なかなかいっぱい来るもんでして。そうすいい浜辺美波ちゃんの地元の石川県ぜひ遊びに来てください。いやみーちゃんとそれこそ実家遊び行こうって話してたんですよ、二人で普通に石川にご飯を食べに行き、あの実家に泊まろうかみたいな話してました。井手上漠さんと事務所コラボしてほしいです。あ、漠ちゃんとねやりたい。いやほんと漠ちゃんいい子で可愛いんですよ。だからほんとに全然最近会えてないですけどコラボもしたいですね。うん、かなちゃんと一緒にお酒飲めたら楽しいだろうな。え、嬉しいです、そう思っていただけるなら。ぜひぜひ、まあ今も飲んでるから一緒に飲んでるのとあんま変わんないんですけど。ワンちゃんを選んだ決め手、言えてない、決め手はピノとそれこそ会ったのがピノが生まれて2ヶ月ぐらいかな。でワンちゃん飼うなんて全く想像してなかったんですけど、この子を連れて帰りたいと思い、はい、連れて帰りました。なんか結構ペットショップとかいろいろ行ってましたけど、ピノだけですね。モネちゃんのすすり部活の成果見てあげて。あ、てかさ今日さ本当にたまたまっていうか、撮影してる間にさちょっと合間でさ車で待機とかしてて、でちょうど不登校やっててモネちゃん見てて、あれかわいいよ、すすってたそばを立ち食いそば。しおりさんのすすり綺麗だし美味しそうだなっていつも思ってたから、佐藤しおりさんのね、だからそう、それとモネちゃんが一緒に、なんか私マイフットワードに出させていただいたときに二人の旅みたいな、あと川田さんねの三人の旅のところを見たから、そう素敵だなってふってこう最初ふってやるみたいな見てていいなと思ってました。私も結構麺類が一番好きで、一番好きっていうか本当によく頻繁に食べてて、本当に美味しそうにすするねって結構いろんな方に言ってもらえるので、ぜひとも一緒に立ち食いそば行きたいななんて思いました。モネちゃんと身長同じくらいですか？そうですね、一緒、全く。ちょ、それはさすがにウィキペディア見ていただければわかりますけども。ゲームとかします？ゲームね、あんまりしないんだよねゲーム。なんかさ、この前も友達とお家でさマリオパーティーやってて、でなんか負けまくってっていうか、私ちょっとやっぱ苦手だなっていうゲームとか思いました。まあ物によっては得意なやつありますけど。ワンピースカードやってますか？だって普通に買いに行こうと思ったら売り切れだったんですけど、びっくり。でさ、ネットで調べたらさ、ワンピースターのさ、すっごい全部っていうか売り切れみたいになってて、びっくりした。長蛇の列とか並んでてさ、ね、うちのお兄ちゃんも買いに行こうとしてたけど買えなかったって言ってたしね、ワンピースカード買えないって来てる。買えないでしょ。おすすめの漫画を教えてください。もうさ、漫画ってさ、今日も見てたんだけど、おすすめが多すぎてさ、なんかもはや絞りきれない、これっていうのが
でさ、私ブックライブさんの CM させていただいてるじゃない、ブックライブので、言ったんですよ、あのブックライブの人たちに、あの今月の3作とか言って、私がこうおすすめする面白いと思う漫画をその月3本とかの連載みたいなやつでやりたいですって話をしてて、まあ、まだ実現してないんですけど、それぐらい本当に3本に絞りきれないと思ってるぐらい漫画大好きだから、だからおすすめしたいです。その動画見た、あ、そっか、メイキングでも答えてたもんだ私ね。コンビニ行ったら何買います？いや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 、その時によるでしょう。氷買いたいと思って行った時は氷買いますけどね。うんうん。ちゃんとワンコが見える角度に毎回対応していきますんで、ドラゴンボール知ってますかって来てる。さすがにドラゴンボールは知ってます、でも全部見てないですからね。キングダム最高って来てる、ありがたいです。私のこと好き、いやだよね。いやさ、これなんでインスタライブをしてるかっていうと、本当はそのツイッターのフォロワー様が400万人を超えまして、なんかそれを記念にライブしたいなみたいな感じで思って決めてて、それがその千と千尋の舞台の合間で、5月にでもコロナに罹患しちゃったので、それでまあその延期になってた感じなんですよ。だから本当に、まあ、あのインスタグラムもそうですけど、ツイッター413万人ぐらいかないらっしゃるので、はい、だからあの5月から13万人も増えて、それもありがたい限りなんですけど、だから本当にあのフォローしてくださってる皆様ありがとうございますという感じですね。なんかさ、こうインスタライブしようと思ったらさ、結構ゆるりゆるりと長くできちゃうよねって思います。毎回カンナちゃんの演技がすごすぎます、ありがとうございます。自分もコロナかかったって、まあ今ねかかってる人多いですよね。あの充電が低いっていう感じの表示が出ました。一生インライやってください。一生はやりませんね。週1でインスタライブ、週1もなかなかきつくないですか。みんな夏休みだからこの時間起きてるのかなって、あ、それもありますよね、多分夏休みだし。でもちょっと人も減ってきましたし、そろそろまあ1時間ぐらいになりますからね。私もちょっと眠くなってきました正直。まあ今日本当に話すこと何も考えてなくて、一つそうだから考えてなかったんだけど、言えるとしたらやっぱりそのツイッターのフロア様が今ちょうど413万人ぐらいですけど、400万人突破して、あのいつも本当にそんなに更新頻度も少ないのに見てくださってありがとうございますという気持ちとですね、まあしかも今日のツイッターのツイートなんてもうなんか LINE かよっていうぐらい、なんかちょっと一旦お風呂入りたいんだけどみたいな遅れちゃうインスタみたいな感じ、インライン遅れちゃうみたいな感じでしたし、ちょっとまあ結構適当にというかラフにツイートしちゃってますけど、それを皆さんに見ていただけて
光栄です。だから400万人以上いるということで、ちゃんと自覚を持った発言をしようとさらに思っております。まあね、いろんなコメントとかありますから、まあ誹謗中傷などなどあります。まあでもいいんです、いいんですっていうか、あのミュートするんですぐブロックしたらね、その人にバレちゃうの嫌なんでミュートしますけど、だから私はあんまり、まあ、見てないんでいいんですけどね。まあ、そんなこともありまして、でももう本当に、でも、まあ、これ結構いつも言ってるんですけど、皆さんのなんか温かいコメントとか、そのいろいろ見たよとか、そのそういう言葉が結構すごい救いになっててありがたいなと思うので、いつも力になってます。だから SNS で皆さんとつなげていただいてありがたいなと思っております。まあインスタもそうですけどね、まあマネージャーがやってて、ちょっとなかなか更新頻度も少ないしいろいろ思う方いらっしゃるとは思うんですけど、まあそれもね伝えてはいます。まあ誹謗中傷ダメだよねって来てる、そうだよね、ダメだと思う本当に。でもなんかダメだよねってずっと言ってるけど、まあなくなるものじゃないのかなとも思うし、この人はこう本当にこう次元が違うって、もう考え方がもう根本的に全く違うって思わないとやっていけないですよね。あ、でもそんな別に傷ついてるとかじゃないんで、あの心配しないでほしいですけど、なんか私はなんかそれを言われることよりも、そこでかなちゃん傷ついてるだろうなっていう風に、そのファンの方が一緒に傷つく感じが嫌です。嫌っていうか切ない。なんかやっぱり応援してくれてる方がさ、心よく気持ちよく応援したいじゃない。で、私は全く気にしてないからっていう、誹謗中傷もだけどキモいコメントも嫌よねっていうまあありますからね。でもまあ気にしてないです、正直。本当にかんなちゃんそろそろお休みですよってね、私もそう思います。かんなちゃんを通じて患者さんと出会えて幸せです。嬉しいです、本当に。私も患者の皆さんと出会えて嬉しいなと思います。スクショタイム欲しいです。てかスクショ結構してない？じゃあ一応スクショタイムしますか。はい、はい、チーズ。はい、 OK。 ねえ、私アーカイブちゃんと残せるかな。頑張りますけど、結局アーカイブ残せないみたいなこともありますからね。とりあえず終わりましょうかね。そのフォロワー400万人突破ということもありますし、7月4日に千と千尋の神隠しが大千秋楽を迎えまして、無事に終わることができました。見に来てくださった皆さん本当にありがとうございます。もう本当にありがとうって言葉につきますね。ありがたいなと思っております。それじゃあもう終わろっかな。ビールもなくなったことだし、ふんっていう感じです。もう12時過ぎてんのに3万人も見てくださってる。 3.1 万人か。ちょっとみんなさ、寝た方がいいよ。私も言えたことじゃないけど、私も明日もあるので寝ようかなと思います。あ、みんなからおやすみって来てる。お疲れ様でした、ありがとうございます。おやすみなさい。ちょっとアーカイブ残せるか。これバツ先に押していいの？ダメ？アーカイブみたいなボタンあんの？ないか。バツ押してアーカイブだよね。ちょっと頑張ります。おやすみなさい。